はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和3年5月21日、Twitter のトレンドに衝撃のデータというキーワードがランクインしていました。何かなぁとトコ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 って言ってみると、朝日新聞デジタルの次の見出しの記事が話題となっておりました。それは10代から20代の約半数ほぼテレビ見ず衝撃的データとあります。記事によれば1日15分以上テレビを見る人というのはなんと20代でも 51% しかおらず、16歳から19歳に至ってはなんと 47%、 半分もテレビを見ていないというんです。記事は調査を行った研究員の言葉を紹介しています。渡辺陽子研究員は、衝撃的なデータ、若年層にとってテレビは毎日見る日常メディアではなくなってしまったため減少幅が大きくなったと見ていると。これが衝撃のデータということなのですが、白がこう言ってます。知ってた。はい、実際にツイッターのトレンドに上がっていた時も、そこでのネットの皆さんの反応というのは、知ってた、当然当然、テレビなんか見ないもんという声に溢れておりました。そりゃそうです。この1年間に限定してもニュースやワイドショーは視聴者の皆様を新型コロコロ、まあこの番組的にニュータイプで怖いだろう、おっかないだろうと不安を煽りまくっておりました。世帯別視聴率では朝の王者を誇るテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーでは、3週間後東京はニューヨークのようになるなんて言ってたのが1年前の話です。また当時やっぱり不足していた PCR 検査の数を理由に、政府は旅立ってる人の数をごまかしてるんじゃないか的なみたいなっぽいことをおっしゃっていたのは、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんでした。しかし全てはさざ波でした。つまり根拠も論拠も乏しい個人の感想です。んで、視聴者の皆さんを怖いだろ、おかないだろと脅し続けていたという疑惑がズドゴー。またさざ波で言えば、この発言もともとは元厚生労働医官であり現在お医者様である木村盛夫さんが発言されていたことで、それを引用する形で数量政策学者であり天才高橋陽一先生がツイートしたところ、これを番組の中で盛大に批判していたのが皆様大好きなテレビ朝日の社員さんで、その批判の言葉をスポーツ報知さんより紹介したいと思います。内閣官房参与は総理に直接会って助言をする立場ですね。やめなのは総理が助言のために国連を使ってわざわざ任命してるんですよ。こうやってツイートするぐらいなんだから、こういう考えをお持ちなんでしょ。確かに大変なことでしょ。話長えよとこの話実は録画で確認しましたが、スポーツ報知の文字起こし担当者さん、お疲れ様でございました。要するに公金が使われてるから問題だということを皆様大好きな社員さんは指摘されているわけなんですが、高橋陽一先生は日当も辞退しておりますし、交通費も自腹です。だから発言の間違いを訂正するように高橋陽一先生ご自身の YouTube チャンネルである高橋陽一チャンネルで指摘されておりましたが、それ以後このテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーの中でこの話題について触れることはなかった、なかった、なかったとなっております。こんなこともありました。令和3年5月22日の TBS のまるっとサタデーにて、元日本テレビの岸田由紀子さんが政府が緊急事態宣言の延長を検討していることについて、政府が緊急事態宣言の延長を検討するのは来週でもいいのに今週そういう話をしてきたということは、また緊急事態宣言を出すということになればオリンピックの開催に影響するからではないでしょうかと、ざっくりと言うとこんなようなお話をされておりました。だがちょっと待ってほしい。いや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 、そのオンエアされてる TBS のストレートニュースのコーナーで IOC のバッハ会長が、たとえ東京が新緊急事態宣言に包まれていたとしてもオリンピックは開催しますよと伝えております。白がこう言ってます。話聞けよ。自分たちが放送している内容すら理解せずに上から目線だ、お説教をしてるんではないかという疑惑が、ぬぷ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 。テレビ番組に話をよっこいしょと戻せば、もちろんテレビで放送しているのはニュースやワイドショーばかりではありません。ドラマにバラエティ番組だってあります。しかしいずれもかつての勢いはありません。これをネットを筆頭とした娯楽の多様性にテレビの側が理由を求めるのであれば、お客様商売というものを理解していないポロリの告白になります。それはなぜか。
テレビがお茶の間にノコノコノコって乗り込んでいって、家具帳こたつとかの前でみんなが正座をして見ていた。まあその黎明期はともかくとして、テレビというのは生活習慣に組み込まれているものだからです。かつての昭和時代、毎週月曜日の夜8時といえば、控えおろうでおなじみの水戸黄門などの時代劇の枠でしたし、毎週土曜日の夜8時といえば、8時だよ、全員集合とか、俺たちひょうきん族など、土曜日の夜になるとバラエティ番組がやっていたものでした。つまり生活習慣に組み込まれていたんです。だから朝のワイドショーがひとたび人気に火がつくと、マンネリだなんて言われながらも延命していく。それも生活習慣に組み込まれているからです。行きつけの馴染みの食堂があるとイメージしてください。自宅のそばでも、勤め先のそばの食堂でも結構です。決してミシュランガイドに紹介されるグルーメなお店ではなく、大将いつもの、あいよって出てくるような、そして今日は何かなと楽しみにする日替わり定食などが用意されている。まあ、そんな食堂のイメージです。テレビはこうした食堂だったんです。そんな食堂がいつの頃からか高級レストランを気取り始めました。そして没落が始まりました。最たるものがテレビの特番の増加です。テレビのサイクルは1クールを13週として、この2クール、つまり26週、だいたい半年ぐらいが連続ドラマの基本的な長さでした。これがいつの頃からか1クールとなりました。これにより番組改編期が春と秋の年2回から春夏秋冬の年4回となりました。そしてこの年4回の前後に合わせて特番が放送されます。しかもその特番が2時間ならまだ可愛いもんで、3時間とか4時間とか5時間とかの特番まであります。一方、視聴者の生活習慣というものは変わりません。つまり、テレビという食堂に日替わり定食をトコトコトコって食べに行ったら、そこで提供されていたのがフルコースとか満館全席だったり、まあ、そのようにテレビは変わっていったということです。しかし、視聴者はそれほど暇ではありません。だからフルコースとか満館全席出すような食堂から足が遠ざかるのは当然といえば当然の話です。もちろんフルコースや満館全席が美味しければそれなりにお客さんを集めるかもしれません。しかしテレビの特番というのは日替わり定食を3時間だったら3人前、5時間だったら5人前出しますよというような番組ばかりです。これがテレビ離れの一因です。マーケティングの視点で解説するならば、お客様のニーズと合致していない商品やサービスを提供し続けている。それが現在の地上波テレビということになります。さらに、マーケティングの視点で読み解けば、地上波テレビというのは致命的なミスを犯しております。それは新しいお客様の開拓をなおざりにしていることです。お客様は必ず減っていくとは、この私の営業の師匠が教えてくれたことです。時の流れの残酷さというものもありますが、100% お客様のニーズにマッチするコンテンツを提供するというのは不可能なことなので、一定数というのは必ず離脱していくんです。だから、新規開拓という新しいお客様をゲットだぜとする取り組みというのは続けていかなければならないのですが、地上波テレビというものはこれをサボっておりました。最たるものは子供、チャイルドの取り込みです。昭和時代の夏休みの朝、また平日の夕方といえばアニメが再放送されておりました。再放送の時点で当時としても古いアニメーションだったのですが、おぎゃーと生まれて物心がついたばかりの子供にとっては初めてのコンテンツなんです。そこから一定数がこの私のようにテレビっ子になっていったんです。ところが今はといえば朝も夕方もニュース風情報バラエティ番組やワイドショーばかりです。これがすでに20年以上も続いているんです。だから衝撃的データという NHK の世論調査で、20代で 51%、16歳から19歳で 47% しかテレビを見ないというデータにガチコーンと接続してきます。むしろ今でもそれだけの若者がテレビを見ているということは、その子供たちの親の世代がとりあえずテレビをつけとくという生活習慣を持っているからと推測することができます。すると、これからはテレビを積極的に見ようという若者は減っていくことは容易に想像ができ、その動きというものはこれから加速していくという疑惑があ、
ちょっとかーん。実に良い傾向です。テレビの没落を喜んでるんじゃありません。お客様をないがしろにする商売の末路としては妥当だと考えるんです。さらに、テレビがお客様を粗末に扱っている状況証拠は溢れております。さっきの調査結果は NHK のサイトで PDF 資料として公開されています。そこにあった時間帯別の視聴率の推移の解説はこうあります。朝昼夜のピークで視聴が減少、朝はピークの時間帯が遅くなった。夜はこれまでの減少傾向が続いている。朝はこれまで大きな変化がなかったが、2015年から2020年にかけて減少。だがちょっと待ってほしい。このグラフで注目すべきはお昼の時間の視聴率の推移です。朝も夜も実は私なりの分析というのがあるんですが、お昼にちょっと絞ってみます。2010年、2015年、2020年とあって、いずれもお昼12時が近づくにつれて視聴率というのはぐぐぐっと上がっていきます。ただ、直近の2020年とそれ以外のこのグラフの形を見てみると、2020年以外はちょうどお昼の12時と12時半ぐらいを上辺とした台形の形みたいな的なっぽい形になっているのに対して、2020年はだいたい三角形になっているんです。お昼に向かって視聴率が上がっていることは、お昼休みに合わせてテレビをつけているということが推測できるのですが、この時間帯はかつての伝説のバラエティ番組、お昼休みはウキウキウォッチングでおなじみの笑っていいともがあった時間帯です。つまりこの台形は笑っていいともが作った生活習慣ではないか。そしていいとも自体は2014年に番組は終了しましたが、その翌年ぐらいまではその生活習慣、視聴習慣は残っていたものの、それから6年の月日が流れた時、生活習慣そのものが変化したと読み解くことができるんです。もちろん熱心にいいともを見ていたかどうかはともかく、お昼休みになるとウキウキテレビをつけるという生活習慣が、いいともがあった時代にはあったということです。これをマーケティング視点で読み解くと、見続けてもらう常連さんに支えていただく努力というものもテレビは怠っていたと見ることができるんです。お客様のニーズに合ってない商品やサービスを提供し、新しいお客様をゲットだぜとする努力もせずに常連さんをないがしろにしている。そんな商売が傾くのは当然という話です。その一方でニュースやワイドショーは、ほら、ユーテーブ怖いよ、おっかないよ、ステイホームロックダウンして、テレビだけ見ていて視聴率上げ上げにして、俺たち上級国民テレビの顔を、うっし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 。と、冗談はともかく、そんなテレビ局という営利団体に日本社会の参加者の共有財産である放送電波を預けているのはおかしな話ではないでしょうか。なお、マーケティングの視点で見ますと、我が国の次の人口のボリュームゾーンになります団塊ジュニアの世代はまだまだテレビを見ているんですが、それはすなわちインターネットの側にまだまだ開拓の余地があるということを意味します。つまり団塊ジュニアから下をネットにググググッと引きずり込めば、そこにネットに大きな市場が生まれるという可能性があるということ。そして今テレビがネット配信の CM を垂れ流しているところを見ると、自らの多日の時期を近づけているんじゃないかなと、いささか心配申し上げてしまうかもしれない今日この頃でございます。おごれるものは久しからずなんてね、言葉がありますが、古典というのは時の審判を経て残された言葉、すなわち先人の知恵でございます。我々は深呼吸をしつつ、みんなで共有して頑張っていきましょ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけますと嬉しいです。言いたいことを言ってるメルマガ版、こちらの方ではメルマガ限定ライブ配信なんかもしておりまして、そこではかなり踏み込んだお話もしております。いつも応援ありがとうございます。より良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
中でこう安倍晋三完全勝利説というものが何モルゲストよと答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたから。と番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんちゃんけん、じゃんけんパー。私がパーなのでチョキを出したあなた、ブイブイブイビクチョリー、おめでとうございます。私と同じパーを出したあなた、今回はシングルで送っておきます。ハンドパワー、ミミ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 ミ、そしてグーを出したあなた、頑張る。それでは本当のバイバイ。